青森県ひろみ。私が中学校の時、ヤンキーの間で警棒が大流行しました。護身用として制服の内側に入れていたのですが、一人だけ喧嘩に自信がないヤンキーがいました。そいつは内ポケに2本、そしてズボンに1本、さらに両足の靴下に2本入れていました。しかしさすがに5本も持っていると歩くだけで重たかったのか、強い中学校に攻め込まれた時に逃げるのが遅くなり、そいつだけ袋叩きに遭ってました。次の日から持ち歩くの一本に減らし、他の4本の警棒を後輩に高値で売りつけていました。いやー、警棒流行ったな。学校の便器をみんなで殴ってるんだよね。あれなんでだろうね。すごい面白いのがさ、警棒の威力を知るのに、みんな便器を使ってどれだけ殴れば便器が割れるかっていうことを競争して、学校の便器がボロボロで、みんなどこでしていいか分かんなくなってんだよね。あれ、後先考えてないんだよね。本当に。まあ、いろいろやってるのを思い出してきたよ。あと警棒ってね、引っ込むでしょ？ガーって。で、ゴンってやると、出てくるじゃない。で、伸びたやつを、ゴン、ゴン、ゴンってやると、バーンってこう、短くなるんだけど、勢い良すぎるとね、今度出なくなるんだよね。どれだけ振っても出なくなるんだよ。詰まった七味みたいな状態でさ、一生懸命一生懸命こう振ってさ、あれ、かっこ悪いよね。タイマンでは警棒とかって基本的に使わないんだけど、まあ、10対10とか、相手が人数が多い時とかって、警棒を使う場合とかがあったりするわけさ。でもその時に、警棒を出して、警棒出ないやつって、すっごい面白いんだよ。本当に。やっぱりさ、そういう喧嘩の時って、眉間にはシワ寄ってるわけじゃない。めちゃめちゃ気合入ってんだよ。けど出ないから、自分の背中で相手に見えないように、こう、一生懸命小刻みに、警棒を、こう、なんていうのかな、わかる？こう出してるのがすっごいおかしいんだよ。いやー、もうね、この手の話ね、笑い話いっぱいあると思うよ。本当に僕自分の笑いネタもいっぱい持ってるしね。